W8 の将来、ロボットには個別に、または集合的に選択肢がありますか？ W9、死の幽霊は将来のロボットの生活に影響を与えますか？ W10、ロボットは将来、種を自然から禁止しますか？W11、人間は将来、明るい庭と暗い庭を持つでしょうか？ W12、私たちの芸術はすべて、将来のロボットにとって嘘か真実か？ W13、将来、透明性と説明責任を機械に教える必要がありますか？W14、自己愛は将来、マシン間の破損につながるでしょうか？ W15、将来、鳥や動物が私たちのことを話していたかどうかを知ることができますか？ W16、人工知能は将来、すべての人間の病気を即座に治療できるでしょうか？W17、ロボットが微調整されていないと、ロボットは退屈になりますか？ W18、将来、食品化学によって食事がさらに簡素化されるでしょうか？ W19、将来、または現在、すべての人の願いが叶うでしょうか？W20、将来、ロボットにとって体や心を引きつけることを意味しますか？ W21、将来、人類の歴史を見たロボットは、私たちを模倣したり、